ゃ。ナオミ、どうしたの？大丈夫？セゴ、ごめん、戻しちゃった。謝ることないじゃん。かわいそうに、ナオミ。大丈夫、吐いちゃったら楽になるよ。背中、さすってあげる。うん、ありがとう。もう平気っぽい。ゆかちゃん、いた？ううん、やっぱりここには、この学校には私たち二人しか生きてる人いないみたい。静かすぎるもの。ナオミはもうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきたの。マジ？大丈夫だった？なんとか。あの部屋、もう近寄らない方がいいわ。そう、よかった。とりあえず無事で。じゃあ、そろそろ行こっか。立てる？ええ。でも、行くってどこに？もう、だいたい回ったじゃん、校舎。みんな、死んでたじゃん。あ、やばい。また私。もう、無理だよ、きっと。疲れた。また、子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて私たち。明日は朝一でカットの予約入れてるし。午後からほら、一緒に自転車直しに行くの。
ついてきてくれるんでしょ。帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ、心。ナオミ疲れちゃった。らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。ねえ、何がそう楽しいの？なんかずっと笑ってる。そうかな。このまま本当に出られなかったらどうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ。恐ろしい目にあって心がとうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が気づいたら傷つけてた。辛くて悲しくて子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。咳を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感はそれと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりして、すごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対違うよ。いなくなった人が大事だから、何かしたくて、苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。私のバカ。聖子のお母さん、数年前に失踪しているのを知ってたくせに。残された人って、そう考えるものじゃないかな。あんたのところは、どうか知らないけど、普通は、そんなおめでたい考え方。ナオミ。ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が。効率いいかもしれないし。そんな、そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ、お父さんやユウたちに。心配かけたくないよ。私が悪いんだから謝んなきゃ。それなのにナオミにそんな言い方されたら。